気分。ウニ、カニ比べる。めっちゃあるやん。死ぬほどあるやん。どれにしよっかな、俺。俺引っ張りだ。これにしようか。カニ飯とすき焼き弁当。温めるタイプ。袋は取り用ですか？あ、いいです。タコ飯紐じゃないの？紐付き。あったかくなるやつ。なるやつ。ちょうだいや。あ、ええー、弱いわ。何やん。行くぞい。駅弁食うて、東京行きます。新幹線で草木のあて買おうか。取られるかな。臭いじゃん。これは。臭い。こんなん、美味しそうや。美味しそうやな。ピリ辛の。臭いや。時今からチャージャーと家族で東京行きます。名古屋 何番や。ちょっと食べたい。お前5番の A やん。食べたい。お菓子食べたい。憧れの憧れとかクラッチその感じやと思ってたけど憧れのな、ね、いけんな。なんか これイカ焼き大阪名物。それ引っ張ってみて。引っ張った。何を引っ張ってない。何を引っ張る何を引っ張る。え、あったかくなるんちゃう。それいや、これ並んで、これ髪の毛くくったらこれで。ええねん。これ髪の毛にくくったらいいやん。いらんと。こうやってあるからそんな色ないで。これ、絶対うまい。違う、おいしい。違う、グレープや。違う、おいしい。押さえとって。え、結構長い。抜いたらあかんやつ。抜いたらあかんの、これ。抜いたらあかんの、ブクブク抜いてる。おーおー、煙出てる。煙出てんぞ。え、これ何分待つの？5分。え、5分待つの？その間に、だから意外と顔食おう。おお、すき焼きとパニアで。美味しそうやろ、これ。あったかくなってた。お、電車だ。おお、東京、東京。行きました。どうせモザイクかかるから、そんな顔しても。ごめん、結構重い。子供抱っこしたことないやつ。何秒耐えれる？ちょいだった。ちょいだった。行くやって。俺ら全員リュック背負ってさ、割り田舎者っぽくない？何これ。大丈夫っすか。あ、落ちたの。お魚。トウモチョウよ。大丈夫違う。危なかったら言うて。危ないよ。だからさ、車で8分やね。落ちたの。落ちたの。車もないから。遠い。もうその辺でいいんちゃう。いいよ。6分や、車で。お蕎麦食べに来ます。営業中。予約いけてるから。これとこれとこれを頼みました。お疲れです。何分入ってるか。お疲れです。お疲れです。おいしい。おいしい。はい、終わった。で5時、4時に終わったみたいな。でも大体 4,5 時に帰るようにする。いや、でも明日のレンタカーとかも何も決めてない。浅草に朝一浅草行く。めちゃくちゃ人多いで多分。今言ってた東京都コメカリ。ねえねえ。花の宮と大東京やで。窓口。食べていいよ。あ、いい。ありがとう。じゃあ、マフードも食べられてるから。では、お願い。美味しそう、めっちゃ。季節の野菜天ぷら。これ何？豚味噌でそば。美味しそう。初そばやねんけど。初そば？初そばってか、関東初そば。大体わかる。いただきます。うまっ。めっちゃうまい。なんていうの？
これのなんか知ってるやつで言ってや。知ってる単語。山手線。山手線とか知らん。はい、You You Are You You Are's ってやつで、ね、行こう。曖昧みまい You You Are You You Are's。あと何やった。She Ha Ha Ha's。He His He His とかな。行きます。飲めるかなまずか。おはよう。おはよう。息折れよ。おはよう。待って。でも息できてないから。いやもうええわ全然普通にちょっと勢いよく飲んでるだけや。ちょ俺弱いねこの辺。オクラです。ここどう東京感じてる？めっちゃ感じてる。でもここ塩飲みやからまだそんな。フリータちょうだいよ。甘い子いる。ハマってモテる。レインボーブリッジ。これ何海老蔵。アメ横来ました。ジャージャーかと思った。どこでこうたんと思ったサングラス。売ってもうてる。なんか食いたいな。なんか食べようや。もうお腹減った。ケバブ行く？ベルト買う。何でもいい。え？ベルト1000円。安いな。めっちゃ観光地やん。うん。めっちゃ俺好きかも。スニーカーショップみたいなのかもあるんで。行こう。先生もお腹減ったよな。めっちゃ。大量用意してた。Y 字になってこっちがもう買ってかも。どうぞ、いかがですか？ここ一回でいいかな。なんか食べようぜ。なんか食べよう。ありがとう。行きますよ。これ有名な店。中田商店。ちょっと見ていい？めっちゃ秋葉におんで。まだマシちゃう。分からんけど、うん、なんかマッサやな。あ、食べる？食べよう食べよう。ケバブ食べます。最高やん。お疲れ。おいしそう。美味しそう。めっちゃ最高やん。ありがとう。いただきます。いただきます。結構でかい。おいしい。うまっ。六本木のケバブ屋さん言うとったなよ。ボリュームやばすぎてさ、どう食べていいか分からへん。そやな。もう口汚れるん覚悟しちゃっていいよ。めっちゃこれや思ったわ。取っとけ言われてんかと思った。京都コール。そんなん取っとけ言わない。はい、チーズカシャー。こ、かっこいい。かっこいいピカチュウ。行きましょうか。じゃーん。じゃーん。アメリカ。じゃーん。オッケー、いいの取れた。力ずっと作り続けてる。ガチモンや。わかりました。お家でやれ。お家でやれ。は？準備して。いいやん。いいか。これで疲れさせて。ここええやん。車けえへんしな。あれ何だっけ名前。おこげか。ちょっとあれしてや。投げてや。ここはもう、うん、いっぱいあるって。そうそう、もんじゃストリートやって。でももんじゃ焼きなくなってしまうな。これ。そういうことなんかな、知らんけど。おしゃれな。おしゃれな。おしゃれやん。東京やからな。ほんまに全部もんじゃ焼きな。ほぼほぼやで。すごいな。月島名物で。たこ焼きやった？いける？そんな全然いけるな。スープ。ありがとう。しました。あ、じゃがバターやった。あ、さっきも。ニンニクホイルあんね。いっていい？
ってます言ってる。あの室内でニンニクホイル。元気なんで。風邪治んだよほんまに。ありがとうございます。おいしそう、行こう行こう。作って、ゆうて自分で焼き付けんじゃん。うん、そうそう。あーね。バリ素直に出てるやん。うまー。おいしい。でかいな、これ。おー、ちょっと。ありがとうございます。はい。あ、ありがとうございます。うぃー。うまい。もんじゃやろ。もんじゃやるまい。やばい。ほっくらとして香ばしい。あきもしまってたから渋谷行きます。えぐ人えぐ。これが一気にスクランブルする感じ。しわくちやな。ほんでなのか知らんけど新品やの。一回洗ってや。一回洗った一回洗った。欲しい人おったら、うん、もうこのデータ送るから自分で印刷してください。誰が欲しいんですか。ただやったらちょ寝巻きにとか言う人おるかもしれんで、うん、東京に来てくるやつはおらへんお前欲しがってるやんその顔。いや欲しくはないんやけど。作ろうか。全然いらんいらんいらん。ちょお前パクんなって。何がなんか取って俺もこんなんしようみたいな。ちょ待って盗作すんなよ。誰が思うねそれ。あ、うん、ミスプラン混んでるやん。20分とかなってるやん。締めて私は私横浜行きたいな。いかん。え、でも新横浜行くやん。まあ、まあそれは行くけど遠いってこと。そんな時間ない。マジか。そんな時間あるか。え、湘南はどれぐらいおる感じなの。一日中ずっとそんなあるん。昨日湘南調べとってんやん、うん、なんか商店街みたいなのある。藤沢の方じゃん。なんか結構鎌倉かな。鎌倉あ、鎌倉や多分。唐揚げ売ってたから唐揚げそれは行きたいなって。もうその街、海見えろ。今からじゃあ関西弁喋ったらあかんルールな。いつから。いつから今からだよ。合図出してそれ、喋っちゃったらどうなるの。パシフィックドライブイン、怒りだよ。分かったわ。あ、でも、喋らなくなるのはなしにしよう。そうしましょう。いいよ。喋らなくなるのはなしでしょ。そうだよ。確かに元から無口なタイプだからさ。同じ早く喋りなさいよ。回すね。MC してくれんの。MC。うん、そうだね。じゃあ、あと、あと、そうやねー言うた。だねーって言った。うん。そうやねーって大阪だ。そうだねーって言って。あ、じゃあもう分かんないよ。言ったと思うけど。いや、そう。VR 入れる。すごいね。うん、そうだね。湘南ってバーミヤンじゃん。バーミヤン。ハンバーガー食べたいからさ。僕も。食べたいから。そこはリアル。突っ込んで。これしんないんやけども。普通に喋らせろ。めっちゃ突っ込んでたやん今。そこはええやろ。結構さ、関西弁喋ってるんだね日頃。いやもうアウトやからさ。標準語はちょっと難しいな。難しい。てか多分こんなに東京見ても語尾だけでこんなに感じじゃないで。あ、だよ ね、 ね、うん、だよねとかは言うと思うけど言うほどやと思うで。想像してるぐらいに標準語じゃなさそう、うん、あえでも俺結構ナチュラルじゃなかった。全然こういうとこ住みたいな。え、わかる。でもなんかこの辺もさ地域柄なんか根付いてそうじゃない。湘南魂みたいな習慣ありそう。毎月1回はみんなで飯食うみたいなすげえ湘南や。あ、海や。 あ、ここ江ノ電のとこやな。ちょうどちょうどスラムダンクのとこやこれ。あれめっちゃヨットおるやん。あ、お前やばいで。なんで？いけ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 。何やねん、やばいで。どこがやばいねん。え、めっちゃ混んでる。えぐいやろ。うん。
バイバイ、ええので。ええよ。窓開けていいっしょ。何箇所レトルトカレーとかにもらってるわ。ああ、なんか見たことあるな。すげえな。なんか独特やよな、雰囲気、うん、めっちゃいい感じに。やば。ここに止めれるよ。何食べる？なんかめっちゃ歩くんだ。うん、プレーン。こうしたこれ。やっぱり美味しそう。あ、ちょっと待って。うまいんかい。パンケーキマシ。え？ヘルシーな朝にしよう。あ、やったね。スーパーのやつ。ありがとう。でかい。ふわもち。うん。今日めちゃ、今日めちゃ。あれふわふわやん。掘り出そうか。掘り出そうか。まさか湘南来てこんな腕見せれると思わない。やかましい。腹筋もそこい。なんぼか聞いてみ。めっちゃいいよ。なんか買うな。買ってまいそう。すごいなこれ。リピートルームなんで高いっす。6000円です。モンジャビのツアーは2000円です。ツアーですか。ツアーです。日本も来たっていうやつだから何年前ですかね。これ開けてみていいですか。リキッドブルーって普通はよくあのグレートフルデッドなんかの代々で有名ですけど、ね、かわいい、かわいい。あ、鏡こうかな。買っちゃいなよ。かっこいいから5000円です。顔、いや顔。あー、なるほどね。めっちゃいいやんな、こう海のロケーションで。フリマもっと売れてるんだ。あと、これもなんかちょっと別に。かわいい、かわいい。買おうかな。もう手前や。買うわ。何コーダン？リバース、タイトルリバースと、それをじゃあ安くしていただいて。それと迷ってたやつな。じゃあお店やからさ、いっぱい買っちゃいました。え、コーダン？買いました。何それ？動かへんやので。ここ何？ジャージア念願のバーガー屋です。ヴィーナスカフェやな。古着も売ってるね。一緒に来たことあるらしいね俺。小指立ってて。安くで古着も売ってる。これをメインでこうでしたよ。ええよ。でももうピチピチやんそれ絶対。スーパーマン。サイズちいてない。 L ぐらいちゃう。ハードロックカフェの T シャツなんで。しかもラッサーから。サイズちっちゃいんちゃう。ジャマイカ。ジョメイカ、ジョメイカ。美味しそう。今のシェアしてもいいけど。1、これすごないボリューム。いただきます。これうまっ。めっちゃうまい。そしてあんなのだ、お腹痛いな。もっと吸わない。口見んなの。口見んなの。あ、ほら、恐竜いた。逃げてったぞ、恐竜。あ、ほら、見てる。いっといで。見てる。ほら、来た。来た来た来た。ちょ、動き、動き怖い。ガオーはいつものやったりや。捕獲。クラウチングスタート。来るぞ。勝ち。ハワイっぽいからな。うん、ハワイっぽいな。この木なんの木、気になる気になる。どう？この木すごいな。うおー。うん。おお。
から、あの役所行って西田さんしてリピートお前困るやろ、名前呼ぶして西田さんした、うん、どっちも感じ一緒なのポケで見るめちゃめちゃイケてるみたいなやつ、めちゃめちゃの方、なんで2リットル真夏の現場職人あ、こっち通ったのってか、そうそう、反対来ただけ戻ってます、あれが江の島やね、あれが江の島が見えやつやけど、あ、これがめっちゃ人気のカレー屋さん、ここの橋がさ、ゴールデンウィークやばかってんな、人天神ぐらい花火の天神絶対喧嘩すんだよ、え、せやろ、だから嫌やねん、塚木やからさ、夏祭り雇わってん汗かくからなんで都会都会のあかん、ベタベタする、絶対喧嘩なんの喧嘩なるやろ、風ないもん、あの辺とかはええ、逆に嫌じゃない、こっちサラサラやねん、女ベタベタやねんバレてる。いらんわ。取ら、これ取られへんから確実じゃないねこれは。そんなんいらんやろ。鳥？ポケモンもあんで。大丈夫。すごいすごい。ヤドンや。やった。かわいい。見して。これ一発行ったらもうプロやで、バリ裏はうわぁ、ちょっとこのプロやりたいんやあなたにあれがいたね、はいはい、もう上がっていくで、うん、行きましょう、なあもういっぱい売ってんな、なあ土産屋、いとくガチやん、1650円、これ夏やつだバレ暑いな、こんな登ったっけ、湯気めっちゃ出てるやん、団子ちゃん寝音まんじゅうやってでもこれうまずく涼しくてええわなあ、すごいいっぱいあるな、チョコバナナ交換好きやな、チョコバナナめっちゃ好きやん、上登ってなんかあるん、糸島神社、糸島神社一瞬やったな、バナナ買ってくる、美味しそうやな、カレーめっちゃ美味しそう、じゃあじゃあバナナ買いに行ってます、チョコバナナ、普通の早っ、小バナナ大好物、俺めっちゃあん時さ、あるから買ったんか思ったらまさか大好物やったの、めっちゃ凍ってるよこれ、ちょっと凍ってる、ええよ、持って帰って、うん、あ、車で食べた、そう、あ、今食べへんの、今食べへんの、だって硬いの、小バナナめっちゃ好きやで、そうなんや、俺だって食いすぎて吐いたことあるの、好きすぎて食いすぎて履いたことあるから、家で作ったことある、それはない、家で作れるやん、作ろうマジで作ってやん、うん、今度でバレンタインの日俺作ろうかな思う、俺宛てに違うわい、けど100円安いな、確かに、あ、こうやん、赤ってええん、赤狙いやった俺一人で喋ってんじゃん、後ろおるのここ行くとか言ってあげんな、思いは変わってって言って後ろ向いたらおらん、これ江ノ島神社行ったやん、ほんでから江ノ島って他何ある、茅ヶ崎、茅ヶ崎はまた出なあかんで、江ノ島はもう終わりやん、これであんだけ並んで、あんなに並んでこれだけ、これだけ、しかも滞在時間5分やん、5分もなかったって、ついてよし帰ろうかやったで、マラソンちゃうねんから、ヤドン見せて、そこシーガルっていう古着屋さん、何言うとんねん、藤沢のシーガルっていう古着屋に行ってみます、何言うとんねん、あ、これ合いそう、すずに、
いいな、ここのビデオさん。おもちゃっていうか、置物はね、上。え、待って、これってやつあるやん。あれ、ナイロンやわ。広いな。うん、大きいよな。奥にレディースが。お前らレディースもいっぱいあるな。え、待って、あれめっちゃいい。あれホームアローンの2人やん。お前。え、マジやん。え、欲しいで。インターン今日あげたことなんで。カメ、カメ、カメ。エル、エルやけどこれバディカメの XL やな。いいよ。これ買います。買います。これはちょっとやばいわ。最高。やっぱこれか。それ。やっぱこれか。パツンパツンで来てます。めっちゃいろいろあるやん。めっちゃ迷うな。バンティー、なんか安くない？なんで？当たったから、うん、じゃあじゃあ投げたら使えないで。え？めっちゃええやん、それ。劇場やろ、これ。うん。あのシーンやんな。それええやん。その分かるやつにしか分からんシーンがええやん。ええねてか、なんかここのさ、古着屋全部なんか、柔軟剤で洗濯してるくない？あ、ほんまや。そう、臭くないね。入った瞬間いい匂いしてん、お店。お前、これめっちゃいい匂い。あの、独特の、そう、せえへんねん。M やって。ちょうどいいんちゃう。で、それ、多分デカめやねん、あれ。USM やろ。うん。で、値段見てん。そう。ちなみに、俺もそれ見っけとった、買っとったな。勝てた。やられたな。うん。しかもさらに500円券使えたから割お得やん。そういうこと？一回だけ行ったことある、俺も。ここ。藤沢めっちゃ都会やん。なんかもっと海系かと思ってた、勝手に。俺も初めて来た時同じこと言うた。え、これ？ダイナ。これホテル。え、これホテルな？うん。エイトラウンジ？ホテルやい。コーヒー&フードって書いてるな。ホテルやつ。ホテルやよ。どうした？あ、そこ上がったとこに喫煙所であんで。ほら、ホテルやんけ。ほんまや。ほんまや、ホテル。じゃあ、ここちゃうねん。エイトホテルっていうハンバーガーや。さあ、しながら。俺でも腹減ってきたで。さっきのやつ、うん、悔しいやろ。まあ、ええなと思った。ええな思った。サイズもな、良さそうやしな。甘いやつ。ちょ、俺先行ってくるわ。ここか何分ぐらい？ 15 分、14分。ここや。おい。ダイナ。美味しいみたい。ドライブイン。行きましょう。行きましょう。着きました。ラストご飯。東京湘南旅行ラスト飯やな。レッツゴー。かわいいや、この店。なんか美味しいらしい。はい、どうぞ。どうぞ。ありがとう。取れそう。取りそう。あ、すいません。ありがとうございます。キッズハンバーグあんで。キッズパンケーキもあるけど。ケーキも美味しそう。全部美味しい。すいません。これおかわり自由だし。え、マジで？めっちゃええやん。めっちゃいいよやん。やったね。ベリーは後でやな。これは後でやな。え、今？熱々熱々熱々。ちょっと置いといて。ちょっと待って。折れますよ、見て。これ器怖いよ。いいですか？いいよ。うわ、オニバイルどうしたいんこれ。え、お前ハンバーガー食ったことないんこれに巻くねんの。あ、そうなの。食ったことないそう、そうなの。え、違うかったごめん。多分そう。いや、当てる当てる当てるやんの。ここに入れて。あ、いいよ。ハスバーガー行っちゃおうよ。しないの。うまいこれ。やばい。うん、ふわふわ。甘いしな。疲れた。なんか疲れたな。一番運転してるから疲れんの。疲れた。バイバイ。これ乗りかけて。だから一緒に撮った。まだやでと思って。早乗ったか寒いしと思って。出発って言われて、え、嘘でしょと思って。帰りましょう。今からすごいしんどいですよ。着いた着いた。なんか疲れた、お疲れさんです。昔の動画見返しちゃってや、うん、俺のフォルダにあれ、うん、コンシティのやつ、うん、てや、うん、2人で、うん、若かったな、うん、バイ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 。